リッジパーソナルトレーナー兼フィットネスインストラクターのゆうたです。今日も YouTube 動画をご覧いただき誠にありがとうございます。今日は、腰回り、お腹回りのエクササイズをしていきます。で、3週ですね、1週目から、3週目まではもうほぼ腰回りのエクササイズをしていったんですけども、今日は最後4週目ですね、お腹回りのエクササイズをしていきます。やっぱりこう、例えば緊張する方、緊張しやすい方とかはお腹周りとかが結構硬くなりやすいんですね。で、この部分が硬くなってしまうと呼吸も浅くなってしまいます。なので、この部分をしっかりとほぐすことによって、例えば副交感神経といって、体がリラックスしている時に優位になりやすい神経を活性化させてあげたりとか、あとは、呼吸自体が楽になってくるので体がリラックスしやすい状態になってきます。そういったことを促進していくようなエクササイズをしていきますので、今日もぜひ一緒に頑張っていきましょう。よろしくお願いします。それでは腹筋のリリースをしていきます。お腹の筋肉をほぐしましょう。肋骨下部、今触っているところが肋骨下部です。この部分が確認できたら仰向けに寝てください。肋骨下部の付け根に指を当てて、その縁から下の筋肉をほぐします。体の中心から外側に向かって、指を少し押し込みながら揺らしていきます。この時に肋骨を強く押してしまったり、お腹が硬くなった状態でほぐしてしまったりしないようにしましょう。部位を変えながら少しずつご自身のペースでほぐしていきましょう。はい、OK です。それでは腹筋群のストレッチです。両手で床を押して体を反らしていきましょう。お腹の真ん中の伸び感を感じてみてください。この状態から体を右回転しましょう。左のお腹の伸び感を感じます。今度は左を向いて左回転です。右のお腹の伸び感を感じましょう。この時の注意点としては、肩がすくんでしまったり、頭が前に出てしまうと良くないです。それでは2回5カウントずつやってみましょう。ではいきます。1、2、3、4、5。右回旋で1、2、3、4、5。左回旋で1、2、3、4、5。もう一度真ん中。1、2、3、4、5。右回旋で1、2、3、4、5、左回旋で1、2、3、4、5。はい、正面に戻っていきましょう。はい、OK です。ゆっくりと下ろします。はい、いかがだったでしょうか。運動っていうとやっぱり筋トレが一番メインにされるんですけども、やはりその筋トレももちろん重要なんですが、体が機能的に動きやすい状態、筋トレをした時もその筋トレの効果がもっともっと得られるようにするためには、やはりその体がちゃんといい状態を保てるといいですね。で、このエクササイズというのは今2種目だけやってるんですけども、これをするだけでも全然やはりその各関節の動き方が変わってきます。少しずつなエクササイズでいいので、ぜひ1日1回、もしくは必ず週に2、3回とかやってもらえたらいいかなって思ってます。はい、またですね、動画をアップしていきますから、僕と一緒にエクササイズをしていきましょう。ではまた明日。